ウラルトランスマッシュは、ロシア連邦のエカテリンブルクに本社を置く、株式会社。走行戦闘車用、路面電車車用、採油ポンプの生産を主体としており、2020年現在は、ウラルバゴンザボードの子会社となっている。ウラルトランスマッシュは、鉱山に隣接した金属生成工場をルーツに持つ、1817年創業という、長い歴史を持つ企業である。 鉱山の資源が枯渇した後は、機械工場へと転換し、蒸気エンジンやボイラー、蒸気機関車や鉱山用機器の部品の生産を行うようになり、20世紀初頭には、ロシア帝国でも屈指の規模を誇る工場へと成長した。創業後は長年にわたり、イギリスの実業家によって運営が行われていたが、ロシア革命以降は、ソビエト連邦の国営企業へと移管し、メカニストという、 工場名への変更も行われた。以降は、石油生成装置をはじめとした、石油産業に関わる機器への生産にも携わった。工場の大きな転換点となったのは、第二次世界大戦期に、モスクワやスターリングラードをはじめとした都市の工場から、走行戦闘車両の生産が移管されたことであった。1942年10月の国防委員会での採択以降、 工場では数千もの戦車や自走砲が大量生産され、その功績により1945年に労働赤畑勲章が授与されている。戦後は蒸気機関車用のテンダーや建設、土木作業用の油圧ショベルなどの生産が行われた。一方、1960年代以降は自走砲をはじめとした兵器の生産が主体となっており、2020年時点でも、 ウラルトランスマッシュにおける主要製品に位置づけられているほか、同社はロシア連邦における唯一の自走法生産工場となっている。一方、ソビエト連邦の崩壊後は多角化を積極的に進めており、1992年に採油ポンプ、1999年に路面電車車両の生産事業に参入している。運営組織については、 1950年代以降のソ連国営工場の第50スベルドロフスキー機械製造工場からソビート連邦の崩壊後の1993年にスベルドロフスク州の宗教界企業のウラルトランスマッシュとなりロシア連邦が所有する単一企業体を経て2009年に株式会社へ移管した後2011年以降は虹にたぎる日本車を置くウラルバゴンザボードの子会社と なっている太字は2020年現在開発や展開が行われている製品を示す。また、これら以外にも、ウラルトランスマッシュでは、パイプライン用部品や各種製品の部品生産、金属溶接などの事業も展開している。ありがとうございます。